こんな感じ、こんな感じですね。まあまあ目立たなくなったと思うんですけど、ご出席の皆さん、こんにちは。今日の天体写真の画像処理はこちら。ズン、ズン、ズン、ズン。センサーゴミですね。センサーゴミの黒い影、反転。これの画像処理をしていこうと思います。カメラっていうのがですね、ちょっと親戚に借りてるカメラなんですけど、いいよ。ちなみにこの玉ねぎは赤道儀が入ってます。で、このカメラがですね、この X2、ちょっと、もう懐かしいカメラだと思うんですけど、これ改造カメラで、これで最近ちょっと借りてですね、やってるんですけど、要は、よいしょ。このセンサーのどこかにホコリがあるんでしょうけど、これね、ちょっと借り物なんで僕、掃除してないんですけど、ちょっと親戚が、ちょっと借り物なんでね、人のやつできないんで、まあ改造カメラなんですけど、人のなんで下手に掃除できないし、親戚が一応掃除したんですけど、それでもまあ撮れてないぞっていうので、あんまりセンサーゴシゴシやるのも怖いんで、それでちょっともうそのまま使ってる感じあるんですけど、で、まあ、この影ですよね。これ結構ね、いろんなとこに入ってるんですよ。センサーが、さっきのね、センサーが汚れてて、この辺とか、この周りもちょっとあるような気がするんですけど、ちょっと強調してみましょうかね。こうして、これですよ、これ。で、この、まあ、ここもありますよね、ちょっとね。これこれ、それからこっちも多分そう、これとこれとこれと、で、まあこの辺もまあたくさんあるんで、毎回ですね、ちょっと掃除してもセンサーの汚れが取れないってことなので、あんまり無理に掃除したくないのもこのまま取ってるんで、毎回この辺の処理をやってるんで、まあ、それをちょっとアップしとこうかなと。まあ、簡単な、もう皆さんやってるかもしれないですけど、まあ、普通のやり方ですね。今回ペイントショッププロってやつ使ってます。で、まあ、これ、最近これもずっと使ってるんで、ちょっとずつやり方を覚えてるんですけど、とりあえずここだけ一回画像処理してみようと思います。で、まずは、まあ、二種類やり方ある、やってるんですけど、まあ、またなんかいいやり方あったら教えてほしいんですけど、まあ、ここをこう囲んでやっていくだけの話ですけどね、まあ、今回このぐらいでこう一回囲んでみますよと。で、よくこの明るさとコントラスト調整で明るさを上げてコントラストを下げるみたいな感じをよくやるんですけど、まあ、ちょっとこれまだ合ってないですよね。この選択具合とぼかし具合が重要なのかなと。この辺ちょこちょこ変えながらやってるんですけど、もう一回こうやってみて、ちょっと広げてみてとか、広がらないか。まあ、これで試していく感じですよね。あ、これでまあまあ合ってきましたよね。なんかコントラストを下げるのもいいかなとは思うんですけど、まあまあ大体ですけどね、ちょっと明るすぎるかな、ちょっと暗すぎ、こんな感じで一回やってみて、まあ気に入らなかったらもう一回この許容値を下げてやってみる感じですかね。まだちょっと残ってますけど、
ね。結構適当な感じですけどね。これで多分目立たなくなると思うんですよ。いつもそれでやってるんで。この辺だけとか。ちょっとあれですね。お菓子を下げてみて、この辺だけとか。この辺だけちょっとこう明るさを。何回かやってるとこの辺目立たなくなるので、まあここまで拡大することないんで、そこまで厳密にやらなくてもいいような気もしますけど、ここなんで大体こうパッと見分かんないじゃないですか。これでいいかなっていう感じです。それじゃあ、トーンカーブでもちょっとやってみようと思います。同じように選択範囲で囲んで、ちょっともうちょっと広げたいかな、どうかな、ちょっと広げすぎか、まあちょっととりあえずやってみます。こんな感じ、あ、ちょうどいいですね。こんな感じでこうヒストグラムを上げていきながら、まあ背景の部分だけ上げていきながらですね、こんな感じで、といえば難しいですけどね、このトーンカーブを使うと。僕はさっきの明るさ調整が好きですけど、どれで良くなるか分かんないですけど、まあまあだいぶこれでもマシになったかなというところです。はい、まあ拡大してるから分かりますけど、ちっちゃくすると分かんないですからね。普通のサイズにするとこの辺ですからね、で、まあこういう淡いのもあるんですけど、ここもちょっとこうシミみたいになってるんですよ。もともとこれ宇宙がこうなってるんじゃなくて、あのいろんな写真撮ってる、このカメラで撮ってると分かるんですけど、いつもこんな感じになってるんで、こういう場合はちょっと自動選択では多分ちょっと明るさが微妙すぎて、許容値下げてもそんなにうまくはいかないんじゃないかなと思うんですよ。なんか結構めんどくさいね。もうこういう場合は自動選択でもうこういう感じでだいたい囲ってあってですね、こんな感じで囲って、で、まあ、調整すればいいのかなという気がします。これでも、これでもほぼほぼわかんないですよね、これね。ちょっと明るいですかね。もうこんなんで、わかんなくなるんで、結構案外簡単ですけど、淡い方が簡単ですね。まあこれ何個かあるんですけど、いつもあの X2 で撮ると処理してるんですけど、ここにもあるし、ここにもあるし、ここにもあるし、確かこの辺にもあるんですよ。まあこの辺もちょっとあるんですけど、あのカメラを掃除すればいいんですけど、あのもう一台持ってる方はいつもあの掃除すれば綺麗になるんでいいんですけど、これいくら掃除しても綺麗にならないんですよね。であんまりゴシゴシするのも何回もするのもセンサー怖いんで、壊れちゃったら嫌なんで、もうあのやってない感じですね。ちょっと親戚のカメラなんで親戚にやってもらってるんですけど、まあ何回かやってもらったんですけどダメだったんで、もう無理に掃除するのはやめたという感じです。ですね、まあ画像処理でこんな感じでいけるので今やってます。もし何かそのセンサーの汚れとかあの撮る方法あったら、これ何なんでしょうね。
また教えてください。もし分かったらまた動画上げたいと思います。はい、今日はセンサー汚れのゴミの画像処理の消去でした、修復でした。ありがとうございました。